よ、なんか今日は久しぶりに大物が届きましたね。よいしょ、ビトラー。うん、ちょっとこれが邪魔だね。何が届いたかと言いますと、椅子です。じゃーん、わかんないよいしょ、全然わかんないね。椅子が入っております。出すの大変だな、横にするか。うん、よよよよよ、ずる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 、よいしょ。うんうん、じゃーん、ビトラのスタンダードチェアを買いました。ジャンプルーベのデザインのやつです。本当はここの色がですね、シルバー、多分無塗装のこうスチールの色がむき出しのものが数年前に出てて、本当はそれが欲しかったんですけど、インターネットの隅々まで探したけど、どうやっても見つからなくて、なんか海外で扱っているサイトがあったので問い合わせてみて、返信を丁寧にくださって、なんかそれ見た限り、どうやらそのシルバーのあのカラーのものはリコールになってるっぽくて、もう多分手に入らないなと思ったので、このブランコロンブっていうちょっとクリーム色っぽい白のものを買いました。まあこれはすごい定番な椅子なんですけど、とりあえず一脚買って、なんかもう一脚とかって増やしたくなった時に、こういう工業製品に近いというか、長く続いてるマスプロダクトは買い増しとかもしやすいので、こういう定番のものを選んでみてます。はい、これね、なんか昔勤めてた会社でオフィスの会議室とかのチェアがこれだったんですけど、結構正直長い時間使っこさってと知りたいんですよね。そしてですね、新しくレンズを買いました。すごい久しぶりレンズ買うの。ホクトレンダーのマクロアポランター 65mmF2 です。でね、中古で買ったんですけど、ここちゃんと入ってるの、すごいね。この間ちょっと仕事で使いたくて一旦レンタルして使ったんですけど、すごく良かったので速攻買いました。しかもめちゃくちゃいい状態の中古があったので。おお、綺麗。こんなレンズです。ずっしり、うん、いやかっこいいね。かっこいいです。マクロアポランター 65mmF2。 あともう一個、この焦点工房の、M マウントと Z マウントのヘリコイドがついてるアダプターも買いました。これも中古。うん、これもめっちゃ綺麗。こんなやつね。M マウントと Z マウントのアダプターはですね、しばらくテックアートのオートフォーカスが使えるマウントアダプター使ってたんですけど、ちょっとね、使いづらいし重いしで、これに入れ替えたっていう形です。うん、軽い、全然軽いと思う。まあ、これもちょっと質量はあるけど、これを安定して使えそうだ。はい、そんなわけで今日はね、久しぶりになんかこういうカメラ系の何かを買った気がする。ちょっとつけようかな。 Z
ッド F につけたいんだけど今撮ってるから無理か。よし。そうだそうだ、今ねこんなものが手元にあります。じゃーん、シャオミの 14T Pro です。ライカ監修のトリプルカメラ。これちょっと後日また動画仕事として作るんですけど、これカメラめちゃくちゃいいです。最高。なんかサブカメラとしてそばに置いときたい感じ。いやめちゃくちゃいいです。後日お楽しみに。よし、本日も出社。これはどうなんだって感じなんですけど、コート掛けまだいいのが見つかってなくて取り急ぎバスルームにかけてます。今年のお気に入りアキラの中のフェイクレザーのコート、見た目に反して軽いのがめっちゃいいです。最近はこんな感じでロボット掃除機がなるべく通りやすいように夜のうちに台の上に上げておけるものはこうやって上げておいてます。そうだ、最近やっぱり乾燥がひどくなってきたのでこの加湿器を導入しました。なんだっけな、同志社だった気がする。 Amazon で買いました。自宅の加湿器は一昨年ぐらいから象印のやつ使ってるんですけど、もうスチーム式しか使いたくないのでこのアトリエはまあよりちょっとシンプルなデザインのものがいいなと思ってこの同志社のスチーム式加湿器を選びました。このドレスは手袋がついてまして可愛いんだけど、ちょっと普段はこんな感じで結んでおきましょう。この加湿器は容量が確か3リットルとかだったかな。だいたいここ来ると最近、湿度が30% ぐらいなんですけど、まあつけておくと 40% 後半ぐらいになるかな。ただ一番強い強の状態で1日つけてるとまあちょっと1日持たないですね。夕方ぐらいに1回水入れないとって感じ。はい、なんで今日もこれに水を入れて、昨日のあれがちょっと残ってますが、加湿器大事です。よいしょ。ただねコンセントが黒いんですよね。しょうがない。で出社したら歯水をし、あそう、このスプレーめっちゃおすすめです。 Amazon で買ったんですけど家にももう一個置いてあって寝癖直しの時とかに使ってるんですけど、なんて言うんだろう、こう長く出るっていうか長く細かく出る霧吹き、もう一個大きいサイズもあるはずです。すごいおすすめ。これ買ってからこの歯水をするのがすごい楽しくなりました。だし植物も元気、家の観葉植物もめっちゃ元気になってるので歯水大事。なんかアトリエモーニングルーティーンをしつつ最近アトリエに導入したものをご紹介していくスタイルでいこうかな今日は。
このですね、アトリエまだコーヒーを入れる道具を導入してないので、最近お茶ばっか飲んでるんですが、これですよ。私最近むちゃくちゃコーン茶にはまってまして、これコーン茶のティーバッグ。毎朝こうやってコーン茶を作るところから一日が始まります。よし、これでどうするかと申しますと、これです。これめちゃくちゃ気に入ってます。ドイツのメーカーらしいんですけど、ヘリオスっていうメーカーの魔法瓶です。これ、ほら、懐かしの、電気を使わない中がガラスの瓶になってる魔法瓶。ちっちゃい頃から私これが大好きでですね、何度割ったかわからないぐらい割りましたが、これはまず使う前にちょっと中を温めておかねばなりません。お湯を入れます。お湯を入れまして、ちょっと中を温めて、冷たい冷えた状態のこの魔法瓶に熱いお茶入れると中割れる可能性あるので、これを必ずやりまして、でこの中に作りたてのお茶を入れます。これ大体多分1リットルぐらい入るんですけど、まあ1日ぐらいは全然本当あったかい状態で飲み物を飲めます。ちょっとレトロなデザインも可愛いしね。はい、お茶できました。ちょっと飲もうかな。ほんとこの魔法瓶はおすすめです。一日中あったかい飲み物がいつでも飲める。ごくごく飲める。あと大きめのアップデート、これかな。バルミューダの電子レンジを導入しまして、ここでちゃんとお昼が食べれるように なりました。ひまわりステンレスで揃えたかったので、ちょっとまあバルミューダのザレンジはここに置くにはオーバースペックなんですけど、どうしてもこれが良くてこれを選びました。あと冷蔵庫もシルバーにしました。これはアクアの確かビッグカメラ限定カラーだったと思います。冷蔵庫です。中は今のところ主にフィルムが入っております。あと最近ですね、これじゃーん、ナッシュを取ってます。拓殖ってやつですね。これ私がよく見てる鉄道 YouTuber のスーツさんがよく宣伝してるやつなんですけど、買ってみたら意外と普通に美味しいし、まあ結構私ここで作業してると熱中しちゃって、外にお昼食べに行くのめんどくさくなっちゃうんで、これで大体ランチを済ませております。便利です。あとはこの照明機器ですかね。以前でかいの買ってしまったって言って、友達に譲ったセンチュリースタンドなんですけど、センチュリースタンドはこのミニ線っていうちょっと高さが低いやつを1本取り急ぎ買いました。あとこれも最近買ったやつかな。これもライトスタンドですね。白いニューワーだっけ、なんかアマゾンで買えるお手頃価格の中華メーカーのライトスタンド。ニコドックスの ML60BI。これは前から持ってるやつですね。で、最近この、ゴドックスの ML100BI を1個買い足しました。
これを今ちょっとセンチュリーにつけてる感じです。はい、2頭あるとやれることが広がるのですごく楽しいですが、もう1頭ぐらい、もう1頭か2頭欲しくなってきちゃいますね。はい、こんな感じで重しも自分で砂を入れて準備しました。はい、というわけでアトリエアップデート情報でした。今日のところはこんな感じですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価いただけたら嬉しいです。ではでは、また次回お会いしましょう。 Thank you.